こんにちは。今日はおしゃべりの内容も王の思考は変わる。こちらお話ししていきます。先日仲間内でいろんな会話をしました。久しぶりに時間をかけて3人で話しました。これは人の悪口とかではなく、思考とか態度とかこういった内容です。この時にいろんなことに気づきました。おしゃべり、その時代のおしゃべりって井戸端会議だったなということを思い出したりとか、母が昔隣の家のおばさんと喋っていて、お互いに一方的に自分の言いたいことだけを言ってるんですよ。全然相手のこと聞いてないんですよ。子供心に、これっていいのって母に聞いたら、いいのよ、お互い好きなこと話してるんだから問題ないというのを聞いたときショックを受けたことがあります。でもこれその発想なんですね。ちょっと記事を読みながら解説していきます。昔は井戸端会議という言葉がありました。今もこの会議に参加する暇な方はいるのでしょうか。最近関係が希薄となり、あまり人と話をしませんという方、これは王の思考が悪口や他人への興味を薄れさせているから起こる現象です。人に興味がなくなっている人は波に乗っています。逆に他人に興味があり、相手のことを知りたくて仕方ない方、こちら自ら不幸を引き寄せてしまう体質です。昔は井戸端会議で隣近所や知人の噂話、愚痴、悪口、生活の隅々まで共有するのが当たり前でした。一年のほとんどを他人への興味で過ごし、他人の不幸は蜜の味という言葉も生まれたほどです。今の若者からしたら信じられないことではないですか。親世代の不毛な関係を、しかしその時代は互いを監視して、相手が人と違う生き方をしないようみんなで強制する力が働いていたのです。出る杭は打たれるということわざもありますね。出る杭こそ生活を楽にし発展させる力なのに、叩き潰すとは現代では無駄な行為になります。まだこの思考がある世界はいずれ廃れます。おしゃべりする際に気をつけることは、他人の話をしない、自分の話をする、相手の話を聞いて参考になる部分を共有する、癒され感動し共感する話題が中心となり、自慢や愚痴は減っていく、愚痴を言い合うことでストレス発散になる間柄も存在するが、ストレス自体自身が変化するので、共感できない相手は自分から離れていく。まとめ、王の時代は能力、個人主義のため、他人への興味より、自分の能力を高めることに興味が湧く。自分の心の足を引っ張る相手は、関係が終わっていく。おしゃべりはとても大切な時間となる。はい、こちら、今回お話ししていきます。こちら、いくつかに分かれています。まず、その時代のおしゃべりというのは、ただただ他人の悪口と噂話、スキャンダル、芸能人の私生活、こういったもの多かったですよね。隣の人と井戸端会議してると、どこどこの誰々さんが何々をしてどうしたという話で、最初から最後までが終わっていく。これを興奮して楽しそうに語るのが井戸端会議でした。もちろんまだまだね、井戸端会議的に
集まって話をするという習慣はあると思います。ただこれに参加してもつまんないんじゃないですか。近所の人と仕方がなく話をするかもしれませんが、人の噂話を聞いても、ああ早く夕飯作りに戻りたいなとか、ああお昼食べに行きたいなとか、あ子供が帰ってきちゃうなとか、ああ何々が始まるなとか、頭の中では違うことを考えていると思います。これ人に興味がなくなってきているんですね。今まで他人に興味があったのは、その時代みんなが同じ方向を向いて死なないように守られてきたためです。これは宇宙光線という進化させる光が当たらない2500年間の特徴で、例えるならば全世界の人が一つの船の上に乗っかっていて、この船から降りようとすると死んでしまうというね。いろんな病気を持ち込んだり、いろんな暴力を持ち込んだり、いろんなことを持ち込んでしまう。その今よりも悪い状況を生んでしまうので、みんなで監視し合って、相手の突飛な行動を制御するというね、ルールがあったようです。しかし、もうなくなりました。時代が変わりました。今は周りが宇宙光線が届くようになったので、進化発展し、遠くまで見えるようになりました。何をしても自分の進化のためになり、みんながバラバラに大地に足をつけて好きなところに向かって歩く時代になったと考えてください。だから同じ言葉を使っていても見えている世界が違う。例えば、あの花綺麗だねと言った、あのがどの花なのか。花に見えてるけど葉っぱかもしれない。花に見えてるけど萼かもしれない。全く指してるものは違うけれど、使ってる言葉が一緒だというケースがたくさんあります。で、おしゃべりの内容っていうのは自分にプラスになることが中心になってくるので、どうしても人の噂話ではなく、相手の話を聞いて参考になる部分ですね。例えば、自分の知らないことで自分の興味のありそうなことを友達が教えてくれる、こういう関係っていうのは長く続きますよね。私の場合は友達がお弁当に飽きたって言ってくるんですよ。で、お弁当のおかず何がいいと思うって言ってくるので、日々作ってる食事の中でお弁当に良さそうなものを教えると喜んでくれるんですよね。また友達が私の好きなレモンクッキー、近所のどこどこにあったよって教えてくれるんですね。あんなところに売ってるのかとね。やはり嬉しいです。自分に興味のある人っていうのは、自分の好みを知ってくれてる人じゃないですか。だから、この興味のあることに関連することを教えてくれたり、共感してくれたり、感動してくれたり、喜んでくれるという関係になりますよね。で、癒されるものを知っていたり、感動するものを知っていたり、また、自分のしている努力を知っていて、努力を評価してくれたり。で、友達で関係が進んでいかない、もう終わるなっていう人は、妬みとか嫉妬が発生してきます。嬉しかったこと、楽しいことを話すと、相手は実は嫉妬しているという関係はもう続きません。早く終わらせた方がいいです。また、相手の意味わからないことをベラ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 喋る人いますよね。例えば、昔
友達に言われたのは、私子供がいないから子供の話をされると全く何を言っていいかわからないということを言っていた友達がいました。確かに何人かのグループで専業主婦の人もいれば、働いてるけどシングルマザーの人で子供がいる人もいれば、まあ、いろんな友達が集まっていたんですね。確かにこう少しずつみんなが話をしてって、でも自分のわからないことってこう何も話口出せないじゃないですか。で意味もわからないし共感もできないしね。こういうことばっかりつらつらと会うたんびに話されると疎外感感じますよね。だから逆に仲のいい友達同士っていうのはこう疎外感をあまり感じないような話題をちゃんと選んでくれるんですね。まあ、うちの場合猫がいるので猫の話題、まあ、みんな猫好きなので喜んでくれます。ただあんまりね猫のことばかり言うと、あんたは猫がいていいわよねってなりかねないなって内心思ってるんですが、ただ親しい友達っていうのはこうは思わないですね。これを聞いて癒されてくれたり、何か落ち込んだ時にこうほっこりしてくれたりしています。今回のテーマはおしゃべりの内容なんですね。だから先ほど言いました、あなたの話を聞いた時相手は何を思うのか、また相手の話を聞いた時自分は何を思うのかで、今付き合ってる人とどういう関係を将来に築くのかというのが決まってきます。確かに愚痴を言って元気になる人もいるので、愚痴を聞いてあげるという関係も大事です。まだまだ苦しいことは全くゼロではないのでね。だから、ただこの聞いた内容によって反省をして、じゃあ自分はどういう態度になればいいのか、どういう方向に進んだらいいのかが見えてくればいいんですけど、ただ泥沼でただただ愚痴だけ言ってると、だんだん周りから外れていきます。自分はどんなことを周りの人とねおしゃべりしてるのかを考える機会になってもらったら嬉しいです。今日はここまで。またねー。